次に譲谷貴志議員に発言を許します。譲谷貴志議員。私は二件について通告をしておきました。一番として、議案第35号会津若松市再条条例の一部を改正する条例、二番目として、議案第1号平成28年度会津若松市一般会計予算歳出の部第4巻衛生費、第1項保健衛生費、第4目環境衛生費、再条運営費でございます。1番、2番、関連しておりまして、条例改正に伴う予算の関係でございますので、一定程度、1番と2番の方行ったり来たりすることをお許しいただきたいというふうに思います。まず第1番目にお聞きしたいのは、今般の条例の改正と予算の中身についてお聞かせいただきたいと思います。新部長。お答えいたします。今回の会津若松市再条条例の一部を改正する条例、それから、この改正に伴う再条運営費の予算の内容についてということでございます。まず今回の条例改正の議案につきましては、再条において仮想業務に関連して提供している祭壇、それから棺、骨箱等の使用、こういったいわゆる付帯業務、この業務を終了することといたしまして、装具使用料を廃止するため、関係する条例の改正を行うものでございます。今回改正する理由といたしましては、民間葬祭事業者において同様のサービスが提供されている、最近自宅葬が減少してきている、そういったことを踏まえまして、付帯業務の提供に関する市の役割を終了することとしたものでございます。条例改正の施行期日につきましては、半年間の周知期間を設けまして、本年10月1日とする考えでございます。それから、これに関連する再条運営費の予算ということでありますけれども、付帯業務の廃止に関しましては、平成25年に1回パブリックコメントを実施してきた経過にございまして、この時にですね、廃止するにあたっては、その経済的に困っている方への配慮をしてほしい、こういった意見が多かったということもありましたので、今回の条例改正に伴う新たな葬送に関する支援という部分で、補助制度を創設したい、そのために括弧仮称でありますが、葬送支援補助金というものを135万円予算計上したものでございます。以上でございます。譲谷貴志議員。今ほど答弁がありました、パブリックコメントを実施してきたということでありました。でこのパブリックコメントの結果、実は私も読ませていただいたんですが、その大部分がですね、現状の市のサービスについては非常に肯定的だったと思います。ぜひ続けていったらいいんじゃないかと、経済的に困っている方という表現はどうかなというふうに私は思ったので、その辺についてもちょっとお伺いしたいと思うんですが、付帯業務を利用している方というのは具体的にどのような方のことを想定しているんでしょうか。現実としてですね。市民部長。付帯業務を利用されている方、どういう方なのかというお正しでございますが、付帯業務いくつか分かれておりますので、その分かれた中身でちょっとご説明させていただきたいと思います。まず祭壇、これを利用している方でありますけれども、主に自宅あるいは集会施設などで葬儀を行う方というふうに思われます。利用件数といたしましては、平成26年度の実績で申し上げますと年間10件ということでございました。それから棺、骨箱等、これを利用されている方は、その納入先がですね、
総裁上であったり、あるいは自宅、病院、施設などさまざまになっておりますけれども、利用目的といたしましては、主にその葬儀費用、これを安く抑えたいと考えている方、あるいは葬儀ができないために、病院等から斎場に直送するケース、こういったものが考えられるかというふうに思ってございます。26年度の年間の件数では、138件ということでございました。それから霊柩車を利用されている方、霊柩車も無料で運行しているということで、こちらにつきましても葬儀費用を安く抑えたいという方が利用されているケースが多いのかなというふうに考えてございますけれども、26年度年間122件の利用でございました。以上でございます。泉谷高志議員。このサービスを受けられ、受けようとする方なんですけれども、実際通常であれば、斎場で利用する方が非常に増えてきたというような話もありましたけれども、実は経済的にこれから、今後ですね、年金のみで生活するとか、一人暮らしとか、二人暮らしの高齢者の方とかですね、これからはむしろ斎場で、実施するというよりは家族葬とかですね、盛大な斎場での葬式というのはむしろ私は減ってくるのではないのかなというふうにこう考えるんです。確かに斎場立派になって、そういうところで、やって最後だから見送ってあげたいというその遺族の方のですね、気持ちがああいう形になって今商業ベースに乗っかってきたのかなというふうに思うんです。ただこれからは本当にそんなふうな過敏なお葬式とか、葬儀ですね、あんな形になっていくのかなっていうと、実はそんなふうに思えないんですね。結婚式なんかも実際やらない人が多くなったりして、結婚式場がどんどん縮小していく、営業ができなくなっていくっていう実態を見たときに、やっぱりこうそういうあり方もどんどん変わってきているような私は気がするんですね。そういう中で、このサービスを積極的に私受けたいんだという方は、あんまりは実はいないのかなというふうに思うんですね。というのは経済的に困っている方というふうにはできれば見てもらいたくないというのが人情だと思うんですよね。そういう中で、市がですね、広く経済的に困っている困っていないにかかわらず、その窓口を開いてですね、失踪にやりたい方についてはどうぞということでサービスとして実施していると、市民課でやっているということはそういうことかなというふうに思うんですね。だとすれば引き続きですね、これをやっていくということは何ら問題はないのではないのかなと私は思ってはいるんですけれども、例えば、住民サービス、住基カードのサービスなんかもあるんですが、これは初期投資も含めてですね、非常に問題がありながら、導入されてきて、利用されている方、10万人、二十歳以上が10万人いたとして、その住基カードを発行を受けている人が1万4000人ぐらいですね。で、使用している、住民票を取ったという方が、9000人弱、非常に利用率、稼働率からすれば非常に少ないというふうに思うんですね。で、そういう面からすれば、斎場を利用されている方というのは、かなり1割ぐらいいるので、同じぐらいのサービスを実施していくということは、費用対効果の面でもですね、私は問題がないのではないかなというふうに思っているわけです。で、ここでですね、パブリックコメントを受けて、条例を廃止をしていくっていうのは、パブリックのコメントの結果から見ると、私の頭の中ではこう導き出せないんじゃないかなと思うんですよ、この結論は。ちょっとお聞かせいただきたいと思います。はい、新聞部長。お答えいたします。先ほども申し上げましたが、今回の条例改正に伴ういわゆる付帯業務
これの廃止の部分につきましては、25年度に1回パブリックコメントを実施しておりまして、この時には11名の方からご意見をいただきました。業務として残してほしい、あるいはその経済的に困っている方に対しての配慮が欲しい、そういったご意見が多かったということでございます。それから当時その廃止すべきかどうかという判断をするときにですね、斎場の利用者の方々にも聞き取り等をさせていただきました。で、どういうことかといいますとですね、やはりその最近ではその自宅葬、市民葬というよりは民間の斎場を使って葬儀を行うという方がもう圧倒的に多くなってきている。で、その斎場の方でもですね、さまざま聞き取りをさせていただきますと、いろんな方がいるということで、それぞれの相談に応じてですね、いろんな葬儀をやる、そういう対応がどんどん整ってきているといったようなお話もございました。そういう話を総合的に勘案させていただきまして、今回の案につきましては、これまでやってきた斎場の付帯業務はこれについては市の直営という形では終了するけれども、いわゆるそのパブリックコメントで多くあった意見 の、 その経済的に困っている方々に対しての支援という部分では、民間の葬祭場の方でですね、いわゆるその安価な直葬プラン、こういったものを作って対応することが可能だといったようなお話を伺いましたので、それではそういう形、補助制度という形で切り替えていきましょうというふうに判断をさせていただいたものでございます。で、今回の案について再度ですね、パブリックコメントを実施させていただきましたが、こちらにつきましては肯定的なご意見ということで1名の方からの意見とどまったということでございますので、今回我々としては今定例会にですね、条例の改正というものを提案したところでございます。以上でございます。譲谷隆議員。この補助制度、新しくできる補助制度っていうのは利用者を限定するということになろうかと思うんです。ある意味この最近も新聞に出てたんですけれども、生活保護以下で生活している人も結構増えているみたいな、その記事が載ってました。で、限定するっていうことになると、それで十分なのかなって私は思うんです。サービスとしてですね、どのように認識されてますか。市民部長。お答えいたします。先ほども申し上げましたけれども、サービスという部分ではもう民間の葬祭場の方で十分に提供できる、そういう状況が整っているというふうに私ども考えてございます。そうした中で、いわゆるその葬祭場に、普通にお通夜ですとか告別式とか、そういうものを行うのにですね、費用負担をしてできる方もいれば、なかなかそうしたくてもできない、そういう方がいらっしゃるのも事実かというふうに考えてございます。そうしたことから、今回考えました直送プランというものにつきましては、今まで付帯業務として行っていた棺、骨箱、これの使用にかかる部分、今仕入れ価格で申し上げますと2万2000円弱かかってございます。それから霊柩車の運行、これにかかる費用ということで、距離の制約とかはあると思いますけれども、市内の利用ですと1回あたり1万5000円程度ということでありますので、合わせた3万7000円、約3万7000円ですね。これに対して今現在の付帯業務で行っている棺、骨箱、これの使用料が1万と800円でございますので、相応の自己負担をすれば、これと同じレベルのサービスを受けることができるというものを作っていきたいというふうに考えているところでございます。正式な制度設計につきましてはですね、予算が通った後に事業者等と協議しながら形は作っていくことになろうかと思いますが、
今現在、市内6社ほどございまして、内々、そういうお話を申し上げたところ、それぞれの葬祭事業者の方では、そういうまあサービスは提供可能だというお話をいただいておりますので、まあ今回の条例改正に伴う新たな制度ということで、作っていきたいというふうに考えているところでございます。それからもう一点、まあ誰でも使えるサービスとして残すべきなんじゃないかというお話がございましたが、先ほども言いましたように、確かに最近ではですね、例えば家族葬とかいろんなスタイルが出てきているかと思います。そういうまあ多様なスタイルにですね、民間の葬祭事業者さん、本当にいろんな相談を受けながら対応されている、聞き取りの中でそういうご意見いただいておりますので、そういう部分についてはやはり民間サービスをご利用いただくということで私ども考えているところでございます。以上でございます。譲谷隆議員。パブリックコメントを実施するにあたり、25年の時はですね、初めにという部分の中に、今後管理運営が一層厳しくなることが予想されるっていう、その仮想炉の改修とかですね、最上上のことについて触れているんです。で、27年度の素案については、まあ、この部分はちょっと削除はされてるんですけども、これは何か意味があるんでしょうか。市民部長。お答えいたします。パブリックコメント、実は2回やっておりまして、その初回の時にですね、市の考え方、これまでの経過等を含めて説明をしているということでございますので、その部分をあえて2回目、同じ内容のものを記載するということではなくて、1回目のパブリックコメントを受けて、2回目、こういうふうに直した、そこに主眼を置いて、2回目は提示させていただいたということでございます。譲谷隆議員。それで補助金のですね、135万円という数字が出ております。この135万円の内訳は示していただけますか。市民部長。お答えいたします。金額の中身につきましては、先ほどお答えさせていただいた、まあ、基本額3万7千円、これに対して、まあ、自己負担1万円で、市の補助2万7千円で、まあ、対応するという考え方でございます。で、それの、まあ、根拠となる数ということでございますが、過去3年、24年から26年までの、まあ、それぞれのですね、利用の状況を見たときにですね、装具一式、いわゆるセットで使われている方、それから棺、骨箱のみを使われている方、トータルで一番多かったところが平成24年度の数字で210件の利用がございました。このうち棺、骨箱等の納入場所としてですね、いわゆる葬祭場に納入したものがそのうち110件ございましたので、それ以外のところからいわゆる祭場の方に向かわれたと思われるものが100件というふうに考えてございます。そういう意味で過去3年で一番多かった数の100件、それに先ほど言いました1件あたりの2万7千円ということで年額270万と想定いたしまして、今回の条例改正に伴う新制度が10月1日からということで半年間でございますので、それの半額の135万円という金額を計上したものでございます。譲谷隆議員。はい、まあ、先ほども部長の方からですね、葬祭業者さんの方では一定程度その安価なプランを提案するというような話があったんですが、まあ、安価な提案プラン、まあ、民業のそういう意味ではですね、民間で一定程度自由にそのやりたいっていうものを市の方でこれぐらいに抑えてくださいっていうような形で、お願いをするのか、それとも、まあ、選択の仕方で、利用者は個人負担が
今までとほとんど変わらないというようなことだったので、まあ、出た分が市の方で払うということになると、捜査業者さんが設定したプランが一定程度これじゃちょっとやれませんねというようなことで市の方にあってですね、まあ、金額がオーバーして3万いくらだという想定したものが例えばこれでできないと4万5万だというふうになったときにこう予算が足りなくなるような私は気がするんですけど、最初からそういうことで金額をですね、設定市の方がその設定するっていうのはちょっと私はおかしいんじゃないかと思うんですけど、その辺についての認識をお聞かせください。お答えいたします。金額設定について例えばその、まあ、民間の方でですね、その金額でできなくなることはないのかというご趣旨かと思いますが、先ほども言いましたように、基本額の算定そのものがまず現在どのぐらいの金額で行われているかというものをベースとして考えてございまして、で、まあ、その金額につきましては市内の民間葬祭事業者の方々に相談したところですね、今の段階ではそういう金額になろうかということでは皆さんご理解をいただいているということでございます。で、まあ、新たな制度ということで、28年度にですね、発足をしまして、で、まあ、その後当然その物価の変動等でですね、金額が変わってこざるを得ないそういう状況もあるのかもしれません。そういう部分につきましては私ども今の段階としては制度運用後大体3年をめどにですね、利用の実績であったりあるいはその運用の実態であったり、そういうものを見ながらその制度の内容について検証していきたいなというふうに考えているところでございます。以上でございます。いずりや高志議員。第1回目のパブリックコメントの結果を見るとですね、非常にいわゆる経済的に困っている方が多いんだろうと、そこで市がサービスをきちっとやっているということで、そういう、弱者に対してですね、心を砕いている方々がパブリックコメント、通常のパブリックコメントの数からいくとですね、相当な数あったと思うんです。39件というのは相当多いんだと思うんですね。なので、そういう方たちのですね、気持ちをに沿いながら市政運営はやっぱりしていくべきなんじゃないのかなというふうに思ってます。で、市長も心優しい方なので、こういう、今まであったようなですね、サービスを私にとってはその窓口で選別するようなですね、形、住民票なんかどんどん拡大していきますよって言っておきながら、一方でこっちの方、こういうところは削っていきますよみたいな話だと市のサービス、市から話しますよみたいなことだと非常に誤解を受けるようなことになりかねないので、市長の方からもですね、ぜひ今回の改正の中身はそういうことではありませんよということで、ご答弁をお願いしたいと思います。そうではないですよという答弁ということでございますが、今回条例とそれにかかる費用の予算の提案をさせていただいております。今部長からお話あったとおりですね、一定の期間をかけて、皆様方と、市民の皆さんと周知にも努めてきて、どういうふうにしていったらいいんだろうということも検討してきた経過ということでございますので、まずは一旦踏み切らせていただいた上で今後のその様子を見ながら検討させていただければと思いますので、ご了解いただければと思います。ここで暫時休憩いたします。再開を11時15分といたします。